も皆さんこんにちは。アスファルト9歴は約2年のさすがフグと、アスファルト9歴は 1.5 年くらいのマリサと、このゲームを知って2週間の霊夢よ。よろしくね。というわけで皆さん、今回は画面にも映ってる通り、このゲームとホロライブさんがコラボしているので、これを機に始めてみますという方向けにこのゲームの基本的な進め方を解説していこうと思います。それじゃあ早速解説していくぞ。てなわけで、最初はこちら、マイキャリアです。こちらはイカキャリアと呼ばせていただきます。こちらがこのゲームの序盤で最も重要なモードとなっております。このモードは指定された車で決まったコースを走るというもので、キャリアフラップやマシンの設計図を集めていくという内容となっているぜ。そしてキャリアにはチャプターというものがあって、全部で6個あるな。当然、チャプターが進むごとに難易度や要求される車のレベルが上がっていくが、もらえる車の質が上がっていくぞ。しかしめちゃくちゃ強い車がもらえるわけではないから注意してくれよな。じゃあ序盤で役立つ車がもらえる程度で考えればいいのね。そうなるな。だが、その序盤に役立つ車がもらえるという点が一番のメリットだから絶対にやるべきだな。じゃあ、具体的なもらえる車と性能を紹介していくよ。1台目はこちら、三菱ランサーエボリューションです。この車は一番最初にもらえる車で、加速が遅く、ニトロがあるのが特徴ですね。ちなみにこの車は地味に設計図が集まらなかったりします。次、あいあいあい。急に雑になるな。いやマリサ、この車くらいしかいい感じのやつがないよ。まあいいとして、こちらはかなり強い車。通称イーテンスです。この車は全体的に性能が高いので、優先して取るべき車となっています。だけど集めるには時間がかかるよな。だから最初はもうちょい違う車を集めることになるぜ。そのためにはこれ、デイリーイベントから。デイリーカールートだぜ。このイベントは走るだけで固定の設計図がもらえるイベントで、基本的に下位クラスの車で上位クラスの車の設計図を入手できるイベントなんだが、この37メルゼットに注目してくれ。この車こそ、最序盤において使いやすい車では最も入手しやすい車だな。性能はこんな感じで、ハンドリングが高い上に使いやすくなっているぞ。このイベントは毎日あるから、忘れずに周回してね。そして毎日忘れずと言ったらこれ、なんかメモ帳みたいなやつより、デイリー目標だぜ。毎日指定されたミッションをクリアしてトークンを集めたりするものなのだが、目標コンボに注目してくれ。もうこのアカウントはトークンになっているが、最初は B クラスのランボルギーニ、アステリオンという車の設計図がもらえるぜ。大抵の場合はこれが初のクラス B の車になるだろうな。今回はコラボイベントのステイベで他の B 車が来ているから違うと思うが。そして毎日やっておくべきイベントはまだありまして、車は週によって変わりますがカーハント、これで特定の車の設計図を集めたり、こちらも毎週開催されますクラスイベント、通常より多くお金を獲得できます。クレジットテイストも毎日やっておくべきです。以上、毎日やった方がいいイベントでした。一応、毎週ウィークリーというタイムアタックイベントも開催されます。この20トークン ×3 が美味しいのですが、少しタイムが厳しいような気がしますので、余裕ができたらチャレンジしてみてください。そしてなんといってもこのゲームのメインコンテンツはマルチプレイです。現状、クロスプラットフォームには対応していませんので、ご自身の端末の種類と同じ端末の方とマッチングするようになっています。そしてこのモードでは走れば走るほど報酬がもらえたり、最終順位や所属リーグによって報酬がもらえたりします。最初は順位報酬を狙うのは厳しいから、リーグ報酬だけを考えてればいいと思うぞ。こっちはそんなにすぐ集まるわけではないが、どうしても時間という欠陥がかかってしまうけど、それを乗り越えてこそという感じがあるよね。ですが、そんなこのゲームにも一発で車がもらえるかもしれないイベントがあります。それは、グランドプリックス、通称グランプリです。このイベントは、予選と本戦があるのですが、本戦は本気で走るというのがベタです。そしてなぜ一発で車がもらえる可能性があるというのかというと、このゲームは鍵を使ってアンロックできる車と設計図だけでアンロックできる車があります。なので、鍵さえ手に入れば即戦力の車がもらえるのかもしれないのです。つまり、上の順位を取ってしまえば鍵がもらえて比較的すぐにアンロックできてしまうのです。でもさすがに甘いものではなく、安定して鍵を取るには一定以上の実力が必要なので、結局時間がかかってしまうとは思いますが。でもゲームって大体そんなもんだよな。こればかりはどうしようもないな。はい、というわけで基本的なとこは以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。また見てくれると嬉しいぜ。それでは、さようでございました。